道から見上げる山の中腹にある、パッと見ではなかなか気づきにくいこの像。一体誰が何のためにこの場所に建てたというのでしょうか。その答えの手がかりは長門市郷土文化研究会発行の長門の石踏に記載されていました。昭和38年に建てられたこの像は、なんとこの種としては珍しい陶製なのです。制作は総野瀬の14代坂倉新兵衛窯、そして陶工は大野瑞宝氏です。像の大きさだけで186センチもあるこの作品、作品を入れる口っていうのは大きさが決まってますからね。それはまあ一体をそのまま焼けば傷もできずにいいんでしょうけど、等身大の像を作ってそれをまあ窯の入り口に大内義隆の精悍な顔つきを見事に表現したこの陶像、実は現在の場所に設置される前は大日比地区の網羅の小高い山の上に建立されていた。昭和38年長門市にゆかりのある大内義隆を後世へ伝えたいという思いと、この年山口国体相撲競技の開催を記念して称名一の沢村岩尾氏らが発起し、陶像建立会が組織されたのです。これ建立された沢村さんがですね、せっかく建てるならもう少し視界が広がってですね、もう全体を見渡せる場所と、こういったことでこちらのですね、秋武道は方に場所を変更されたと。その後現在の場所へ移されたそうです。苔が近いね、山の苔は。花がね、刀そこあったんですね。これだった。受け取ったんですね、あそこ。折れたと。持ってくるとき折れた。本来大内義隆の腰には刀があったそうですが、残念ながら運ぶ最中に折れてしまったそうです。それほどこの場所へ運ぶのは大変な苦労があったのでしょう。2人で、あの当時は車がなかった。当時は大変な苦労の末、現在の場所に移された大内義隆公の陶像。力強いその眼差しは、自らの命を絶った最後の場所を見つめているといいます。これ家元ですね。義隆公の最後の、ね、辞任された大根寺のですね、妹の大根寺の方に向かってですね、そちらの方がずっとこちらの国の先がちょうど妹になりますので、そちらの方にこう常に向かっていた当時をですね、こう思われて残念という無念という、それをですね忍んでと言ったらでしょうけども、まあ、そういったことで当時沢村さんもこの銅像を建てる方向をですね、この妹の方角に向かってということで一気に目をされたと。湯本大明寺で自害したのです。秋宇の小高い山にひっそりと佇む大内義隆、この陶像には多くの関係者の努力と苦労が隠されていたのです。